なんであいつらここに。おーい迎えに来たぞサンジ。帰れ下級海賊ども。俺の名はピンスモークサンジ、ジェルマ王国のプリンスだ。お前は俺が追い払う。追い払うってなんだよサンジ。待て待て待て、帰れ。他に意味なんてねえよ。隠してたことは悪かったよ。言えばお前らが惨めでね。俺とお前らとの身分の差は一目瞭然。ここにいりゃ金も兵士も召使いも使い放題。簡単に倒せそうだ。簡単には倒せ。あ、何もいるんだ。一緒に戦ってはくれないわけね。またあのくだらねえお前の仲間たちの船へ戻るのか。ここで四皇ビッグマムの美しい娘を妻にもらい暮らすのとどっちが幸せかなんて比べるまでもねえよな。ふざけんな。説得できるか。波動いた。お前が海賊王になれるかどうかも。やめた。構えろよ。お前とは戦わねえ。じゃあ消えろよ。それも断る。お前はいつもわがままばっかりだよ。ルフィ！ちょっとサンジ。さよなら。ごめんね、余計なことして。行くぞ。痛くもねえ言葉並べやがって。嘘つくんじゃねえよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。旅はまだ途中だぞ。俺はここで待ってるからな。お前が戻ってこねえなら俺はここで餓死してやる。お前は俺の船のコックだから。俺はお前の作った飯しか食わねえ。腹が減っても槍が振ってもここを動かずお前を待ってる。必ず戻ってこいサンジ。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。ジェットミサイル。乗るなら勝ち馬を選ぶのが人情だ。冗談やめてよサジ君。ポケット。おお、すげえ。いっぱい攻めてくるわけか。ポケット。ものすごい大軍。ルフィ、一旦ここを離れなきゃ。やめな。その間にサンジが戻ってくるかもしれない。ジェットミサイル。すごいな。ポケット。ジェットミサイル。ポケット。もうちょいか。あ、
待って、ここにいる。もうちょいで、ね、出るでしょ。リーダーがどこだ。いた。これで一安心か。縄張りは俺たちのもんだ。え？全然いいか。麦わら、もう少し利口な男だと思ったんだ。クソ、サンジャック、俺は待つぞ。ポケット、ジャストピストル、ポケット、ポケット、すいません、ポケット、ポケット、クソ、ポケット、ポケット、作戦を邪魔する機会を消すしかねえ。どこどけよ。金ならぶっ飛ばすぞ。付き合ってられねえな。どうせもうお前は終わりだよ。マルどんどん出るの。何やってるの。私はここよ。さっさと助けて。で、おお、ペロス出てきた。終わりだな、これで。待たせたな、諸君。ペロリ、クソ、クソ、いた。くっくっくっ、逃げずに向かってくるとはな。いいだ、少し遊んでやるか。お前じゃ俺に勝てねえよ。なんてこった、部下をほとんどやられちまった。だが、そろそろ限界のようだな。城でママがお待ちかねだ、ペロリン。